今回お伝えするのは、世界で一番小さな留学生、保育園留学という新たな取り組みです。1週間から2週間家族で地方に滞在し、子どもたちが保育園で過ごしている間、保護者はリモートワークをしながら地方での暮らしを体験するというプログラムです。大田市で体験する家族の受け入れが始まっています。世界遺産石見銀山の町、大田市大森町。古民家を改修したこの建物が大森さくら保育園です。朝8時過ぎ、子どもたちが次々と登園してきます。実はこの中に小さな留学生がいるんです。トーマツ・ヨー君、3歳。はい、お迎え来るよ。そして、イクちゃん、アオ君、みんな3歳、三つ子の兄弟。東京からやってきました。今回はさくら保育園で園児として2週間を過ごす予定で、これが保育園留学です。さくら保育園では丸ごと文化遺産になっている大森町がお散歩コース。この日目指したのは木上神社。境内には緑がいっぱい、格好の遊び場です。上にクモの巣あるから気をつけてね、みんな。たくさんのお友達と自然の中で過ごすひととき、都会では味わえない特別な体験です。3兄弟が保育園で過ごす間、お母さんはリモートワーク。トーマツ・ヤスヨさん、行政からの委託を受けて調査などを行う環境コンサルタントです。夫は仕事の都合で東京に残り、3兄弟と4人大森町に2週間の保育園留学です。田舎らしい田舎が今子供たちにはなくって、まあ、おばあちゃん家っていうのはあるんですけど、名古屋の、まあ、マンションで、あまり環境としては変わらない、うちの東京の家とあんまり変わらなくて。子供たちに田舎を体験させたいと大森町への留学を決めました。そうですね、すごい楽しんで、私も子供もこれとかも保育園のお散歩かなで集めたやつを母ちゃんの誕生日プレゼントにするって言って持ってきてくれて、ちょっと嬉しかった。この保育園留学プログラムを提供するのは、食や暮らしの分野で地方創生を目指す東京の企業、キッチハイクです。地域の宿泊施設を家族の滞在場所として活用し、保育施設の一時預かり保育の制度を組み合わせ、2年前から旅行商品として提供。現在は全国35箇所の保育施設が受け入れています。大田市に2週間滞在する場合の費用は、宿泊費と保育料を含めて1家族37万円余りからとなっています。保育園留学っていうのを初めて聞いたときは、今まであったものでのその組み合わせなんだけど、すごく新しく感じるし、いいところ取りのいいとこついたなって。松葉直子さん、大森さくら保育園の運営に携わり、保育園留学の受け入れを決めた仕掛け人です。今年4月から受け入れを始め、これまでに15世帯
18人の留学生を迎えました。大森町にとっては人口減少に歯止めをかける糸口として、また都会の子どもたちが緑豊かな世界遺産の町で成長していく姿に大きな可能性を感じているといいます。この地以外の子どもたちにもこの土地の魅力をフルに活用して保育を提供することで未来が変わっていくんじゃないかっていうような、大げさに言ったらそのくらいのなんか感覚も感じ始めました。子どもたちが町に活気を呼び込み、町の暮らしが子どもたちの新しい気づきを生み出す、そんな相乗効果がどのような未来を作るのか、コロナ禍で広がったリモートワークという新しい働き方がもたらした地方と都会地の新しい交流の形、保育園留学に注目です。この保育園留学は山陰では大田市大森町のほか、江津市の里山子ども園綿帽子でも受け入れを行っています。全国とのつながりを増やしながら子育ての課題解決にもつながる取り組みとして今後期待されます。